1948年、北畑屋保1月5日から1982年3月18日は、青森県出身の作家、児童文学者、詩人、本名、北畑美代。住人兄弟の6番目の次女として、青森市に生まれる。父は、青森大林区所の役人。1920年、青森県立青森高等女学校在学中、主婦の友、 婦人クラブに登校して入選を果たす。1922年、高等女学校卒業後に上京し、実践女学校高等女学部国分専攻科に入学したが、積水カリエスを病んだため1年半で中退し、青森に帰郷回復後、1924年から青森県内の複数の尋常小学校に代用教員として勤務。 しかし、脊椎カリエスが再発したため、1926年に退職。病気療養中、改造に投稿したことが契機となり、同志編集者の深田久也と恋に落ちる。1929年に上京し、千葉県、阿鼻子や東京市本塾で深田と同棲。しかし、ヤホの健康状態を理由に、深田の父に反対されたため、入籍は叶わなかった。 ヤホは文祭豊かだったが、標準語で文章を書くことに困難があり、また自分が寝たきりであることに関して、深田に追い目があったため、夫を影から支える形で、深田に自らの原稿を提供した。それらの原稿に基づき、深田は、アスナロー、おろっコの娘、津軽の野面、ニセ修道院、鎌倉夫人などの小説を発表し、新人作家として、 注目を浴びた。時には、深田自身が独力で小説を書くこともあったが、それらはことごとく失敗作に終わった。1940年に入籍し、深田生となる。しかし1943年5月、深田の不実を知るに及び、家庭は夫婦の葛藤で泥沼状態となった。1947年、深田と離婚すると同時に、 大作の件をすべて世間に公表。以後は自分の名前で作品を発表した。1948年、当時20代だった白柳義彦と同性を始める。傍ら、銀河、少女クラブ、ひまわり、少年クラブなどの雑誌に童話を発表。1962年、深田から受けた裏切りや大作について、右足のスキーでほのめかした。百七十二年、 鬼を飼う頃で、第10回、野間児童文芸賞、第19回三経児童、出版文化賞大賞受賞。1982年3月18日、閉塞性横断症で死去。去年78。青森県風土器、第3巻、P25、毎日年間1970年版、P72 人名辞典類では、ヤホという読みも流通しているが、 北畠と交流を持ち、北畠や穂の物語を書いた佐藤幸子によると、北畠自身が八おと発音していたという。佐藤による、この指摘を受けて、青森県近代文学館でも掲示物等をすべて八おという読みで作成、展示することとし、現在に至っている。ありがとうございます。